それでも三冠王の可能性さえ感じるような数字です。そしてこれもライトへ持っていった。得点圏打率が4割を大きく超えている牧秀悟、また打ちました、タイムリーヒット、今シーズンの31打点目。あっという間です。おーっと引っ掛けてボールをそらした、ボールを見失ってる、これはホームまで帰ってきそうだ。一気に牧がホームに帰りました。3点目。鋭い打球、牧を取った、ナイスプレー、セカンド牧のスーパープレーが出ました。ワンアウト。いやー、これはすごいですね。完全に抜けたであろうというような鋭い打球を。